太陽の、え、4月か、4月にできたばっかりの太陽ミュージアムの見学をしていきたいと思います。でもちょっとやばそう、なんかいろいろやばそう、なんかこれとか見たいけど乗らせてもらえるんじゃないですか。これ福祉車両、ホンダで作ってるのは知ってたんだよね。はいはいはい。これ乗っても大丈夫ですか。あ、ほらほら、純正の、皆さん見てください。これがホンダの純正の手動装置でございます。わかりますか。あそこはごっついんだね、意外と。結構ごっついですね。これ、まあ、福祉車両ってことに展示させてもらってて、あの、はい、両足が使えない方の場合は手動装置で、はい、右足が使えなくて左足だけが使える方のためにこのペダルの位置を変えてますとか、全部に対応した、まあ、いろんな障害の人が使える工夫されてますよっていうのを一気に見せる。これ通常だったらオプション選んでいくって感じですよね。そうですね、障害に合わせて改造していく。ですよね。ところどころにバービーちゃんいるけど、私はまだしてるわけですこれは昔からあるやつですよ私が先か、太陽の家が先かですけど、ここが、まあ、豊か先生の、中村豊か先生の部屋というコンセプトで、当時買ってたカバンとか、白衣とか、本物、ご家族の中村家からお借りして、あそこにある地図は、当時中村豊先生が訪れた国をあのピンで留めてある、すごいですね。すごい島ちゃん、はい、島まですごくないですか。え、これピンの色が違うのは何かあるんですか。ちょっとそこは意味はないんですけど、はい、ピンが足りなかった、はい、ここら辺にあるのも貴重なもので、あの世界で最初の電動車椅子。これちょっと動くは動くんですけど、はい、電気を入れれば、ちょっと今は動かさないことにしてるんですけど、はい、動きます。で、ここの向き、矢印の向きに進むので、こう回して、後ろ行きたいときはこっち向きにして、前行きたいときはこうする。これどこのメーカーさんが作られたんですか。これはイギリスなんですね。イギリスから中村先生が買ってきたと。すごい。いくらで買ったんだろう。すごい。どうやって日本に持ってきたの。そう。こっちは太陽の家で作った車椅子なんですけど、当時はあの和室での生活が多くて、テーブルも高くなくて、こうちゃぶ台なんですので、こう手で、あの、はあ、なるほど。部屋の中だけでもこう自由にというか、過ごしやすい。当時の生活様式に合った。逆にさ、今あっても今あっても全然使えるでしょ。え、だってそのほらまだ和室が多くて、うんうんうん、しかも和室で車椅子料亭とかさ、うん、行っちゃダメって言われるから、うん、だったらそこにこう畳を傷つけないの太いタイヤがあって、うん、乗り換えて、結局だって地面に座って、はいはいはい、で、うん、ダメダメというか大変な人もいるわけだから、うん、でも調剤とかに背もたれがあってさ、長い押し手を作れればこれほんと台車押すみたいな感じでさ、自分でこうやってしなくても、そうですね、お店にとか、あ、そうです、でもいいと思うね。今でもなんか探せばないのかな、一定数はあるよね。これな、お茶碗、はい、ここが年表になって、はぁ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 かっこいい。これはあの ATM の機械の払い出しの中にあるローラーとか、メンテナンスとかも入れてます。なるほどね。すごいわ。Thank you.
何来て、何何何何、これどうやって、ちょっとこの辺から、何何何何、真後ろから見ないと分かんないので、これどうやってタッチするの。おお、映ってる、映って、映ってない、映ってない、ね、よく分かんない、こう、ここら辺、あ、え、すごくないですか、これ、非接触の、こんなとこまで来たの、え、こんなとこまで来たの、え、すごい、でも普通に考えたらこの、はい、三菱さんがとても、あ、ここら辺かな、え、なに、これ、これどうなってるかって企業秘密なんですか、あ、ちょっと、私もそこまで詳しくどうなってるかって、そこの、まあ、スクリーン、下が、下の機械でこう映し出していて、すごい、これ夢のものじゃないですか、え、どうやって、え、で、どうやってタッチするんですか、例えば会社の紹介みたいなやつを、おー、来た、来た、来た、そういうこと、こっちのテレビ、来た、夢のやつ、はい、え、やばい、すごい、すごい、ちょっと、あ、待って、こ、あ、こ、あ、そうか、え、浮き出てんの分かんないかな、あ、でもね、え、でも、押してない感をすごい、押してない感をすごい、押してない感があるから違和感、違和感だけど、でもだって明らかに、まず画面が本当はこ、あ、上から見るとなんかこう、上から見ると変だけど、こう斜めにすると綺麗に映るよっていうのをちょっと見せたら、難しいね、すごい、これはちょっとオープンしたので1ヶ月間だけ借りてる最新の車です、あ、やったじゃないですか、はい、かけるっていう名前、へー、これが最新式、最新、一番新しい、ショップもあるので、ぜひ、なんか、あ、すごい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 、皆さんに知ってもらいたいなって、これは老舗のあのおせんべい屋さんにこう協力してもらって、この印は作ったんですけど、これを押してもらって、サーキュレーサーあるじゃないですか、欲しい、かわいい、あとはお二人の真上に今あるこの竹のアートなんですけど、署内の職員とかみんなで400人で編んで作って、もうみんなの太陽っていう名前がついてるんですけど、太陽をイメージして作ったアート、あれですよ、なんかオリンピックの会で鳥の巣でしたっけ、うん、なんかあれに似てる、麦わら帽子かと思ってまあまあまあ確かにすごい、手編みってすごい、誰もいない、はい、今いない、男子トイレ入りますこういった感じで、あ、そっか、男子トイレはぐっすりないこのあれ、あー、そっか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 、これをすごい、そっか、この説明がこれすごいね、そう、男子トイレの説明が、お、ごめんなさいごめんなさい、水道がすごい、え、これはすごいよ、これはすごいね、すごい、すごいね、この一個一個さ、ハンドルの高さとか、あと、なんていうの、表示のやり方とか、いや、私この気になったのが、赤い丸のシールはどういう意味があるんですか、便器の赤い丸のシール、これじゃ便器基準点、あ、そういうことですか、あ、はい、そう、基準点から、でも一個疑問に思ってたのは、はい、背もたれはないんですね、便器の、あ、背もたれはこっちですね、あっちの、真ん中のトイレ、うん、ここにありますよ、あ、なるほど、なるほど、あの障害の度合いとか用途に合わせてちょっと変えていて、はい、で、便器の位置も、あの、このそれぞれ端によってるのも、まあ、工夫があるの、本当にさ、これ本当にそうなんだよね、うん、この通常のトイレでもっていう、手すりをつけ少し広く祝福をすれば、それをこう使える車椅子の人も多く言わす、うんうん、車椅子専用である必要ではありませんっていうのはすごいわかる、そうそうそう、本当にわかる、なんか空港のトイレもトランク持ってたら、そう、それと同じなんですよね、この幅で、この幅でだったら私行けるから、そう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 、これそう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 、使える人だから多目的トイレじゃなくてもいいんだよね、うんうん、はい、これはパイセンサイズは15センチ 1.5 メートルじゃん、15センチじゃん、どういうこと、あ、
どんだけちっちゃい。すごいな、すごい。いやさ、これ書いてくれるだけでもさ、みんなの意識変わるよ。これはやってほしい。とかイオンとかなんかああいう大きいところからやってくんないですかね、企業が。あとこっちも一応ね、バスケットゴール。体験ゾーンになってて、まあ、バスケットのゴールもあるんですけど。体験ゾーンでやっていいんですか、来た人が。あ、今はあのちょっとコロナの影響止めてるんですけど、あのこっち側が車椅子体験ゾーンです。これが石畳のイメージ、これは線路がないんですけど、この踏切のところとか。はー、すごい。ここも電磁ブロックもやっぱり車椅子の方とかが邪魔になったりとかあると思うんですけど、ちょっと斜めに、そう思った、こうちょっと斜めになって、へー、いつも路上でいろんな段差を探してこう説明してるのが全部ここで解決するかと思うと。太陽の家にはまあいろんなお客様が見学に来られて、まあ、地域 の, その小学生とかも来たりするので、そういう時にもサンクラスとか来た時とかにこことかも見てもらえたらいいなと。そうだよね。右歩行の速い人、左歩行の速い人。おー、階から、まあ、上が寮というか副正務になってるんですけど、あ、まあ、避難するときとかにこのスロープを使うようになってて、階段がなくてもいいですよね。はい、でこの勾配とかも決まった基準を使ってやっていて、うん、でもさ、建物を作るときもさ、わかんないけど建物屋さんじゃないから、うん、階段作るよりさ、坂道作った方が早い気がする。ですよね。だってエローンディ、そう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 、カクカクカクよりもね。なんかあるんですかね、階段が選ばれる。すごい。でここは、まあ、利用者さんとかの訓練だったり、まあ、放課後のスポーツとかクラブ活動でもしてますし、まあ、今はこう利用されてないですけど、空いてる時間に地域の方のママさんバレーとか。なるほど。おー、いいですね。太陽の家の施設なんですけど、地域の方も使えるし、こう一緒に地域の方と生活してるっていうのが、まあ、まあ、実感できる場所というか。え、上げ下げしてほしい、もう一回。え、上げ下げってできますか。上げ下げしてほしい。うん、大丈夫。これを上げればいいの。うん、うん、はい、上げてる。今、ゆっくり上がってるから。うん、ちょっと。上げてるよ。あ、わかるわかる。上げるよ。はい。上げてるよ。はい。うん、なんとなくわかる。わかります。はい、ありがとうございます。健常者も障害者も使いやすい工夫がたくさんされている太陽の家の施設でした。